これはある方向の世界線の新世界スフィンクスで起きたエドワード・ウィーブル対海軍大将翼牛荒牧の戦い。ミスバッキンのラブラブの民の能力とウィーブルのミチミチの民の能力は相性抜群。大自然そのものである翼牛をとてつもないパワーでなぎ払います。ところが母親のミスバッキンを人質に、気を取られたその瞬間、モリモリの民による触手攻撃を受け、養分を吸い取られてしまいました。その後もウィーブルは抵抗を続けましたが、これ以上母親と父親の故郷に手を出さないことを条件に海軍に連行されました。